これってもしかしたら誰もやったことないんじゃないかなとか、でももしかすると俺しか考えてないかなと、このレンズつけてここに行ってこうやって写真撮ったら誰もやってないかもしれないっていうこのあの僕しか考えてないかもしれないっていうこの瞬間あるとお風呂から出てもう朝まで検索して作るんだよね。だからまあ趣味に行くときはもう、まあ、かなり深い。 とこまで行こうとするんで、これは、あの、僕は重要だと思うのは、t 型人間とよく MIT の時にも言ったんだけども、やっぱりみんなよりも深い、ていか思いっきり深いとこと繋がる人だと、エクスパートとも繋がる。自分エクスパートにならなくても、エクスパートと話をできるの。で、そこをまた持ち上げて、横に説明できるっていうのが、まあ僕の一つの役割だと思うので、だから、 僕、やらないことはたくさん。ゴルフやらないとか、最近は飲みにも行かないとか、あの、やっぱり時間は有限なので、みんなが知ってるようなことはあんまり勉強しない。っていうのは、みんなが知ってることを知ってたって、まあ、会話に参加できるかもしれないけども、そこで競争もできないし、深く入ると、こう、なんかいろんな学びがある。あとはその、深いと、また横のつながりが思わぬところである。例えば、ダイビング、深く行くとダイビングの、 カメラの話になったり、ダイビングのメディスンの話になったり、ダイビングとサステイナビリティの話になったりするので、こう表面だとそういうとこが出てこないので、だから本当に世の中に貢献できるぐらい、こう知識を持つためには、かなり深くいかなきゃいけないので、だから大体のものってすごく深くいくと、だん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 こう入れたエネルギーに対するリターンっていうのは減っていくので、これ以上やったらダメだなみたいなとこまでは、あのギリギリいく。でも大学と結構同じで、ね、やっぱり大学も、 ある程度貢献でき,るごろできるところまで深くいかないとやっぱり学者っていうのも務まらないのでだから僕は本気の学者ほどは深くいってないけれども学者と会話できるぐらいその分野の学者と会話その分野のオタクと会話できるぐらいまでいかないと何かやった感じはない、うん、すぐ諦めたホビーはあるかどうかってあのやっぱ音楽作りは何度も挑戦してるけど。 できてないのとか、あと 3D アニメーションとか、あとはもう絵とかそっちも僕はあんまり才能がない気分なんだけども、なんかできるんじゃないかなっていうので結構デザインとかそっちのツールも、だからツールを覚えるのが好きなので、いろんな音楽のツールとかそっちもやっていたと、あとはあの会計会計のことすごく好きだし、リサーチもしてるんだけども、会計とかファイナンスの数字はまあビジネスの中で使ってるけれども、 あの本当はお宅になっていきたいなと思ったんだけどまだそこは逃げてないし切手集めも途中で慰殺したし前あったの大きい箱にいろんなのなくなっちゃったのそれでこんな落ち込んじゃってやめちゃったのそれもか結構単純な理由なんだけどねまず千葉工大は半分以上の学生は部活に入ってるっていう話を聞いてこれは ナイス。<laughs> すごく重要だと思います。あの、部活は、あの、絶対いいと思うし、で、さっきの質問にも出てたんだけども、どうせやるんだったら、ちょっとじゃなくて、うんとやった方が良くて、っていうのは、あの、大体趣味の先にはあの、職業もあったりあの、学問もあったり、こう、接続するまたすごい他の趣味とかもあるので、 こうどうせやるんだったら本気でやるっていうのと、あとお茶なんかでもなんとなくみんなと一緒にやってなんとなくやりましたみたいな、それじゃ全然もう時間ももったいないと思うので、だからやるんだったら本気でやるのと、あとやっぱり自分で練習する。やっぱりこそ練ってすごく大事で、だから僕なんか毎日自分でお茶練習 YouTube 見ながら練習してるから、一週間一回やってる人ってだいたいこう3歩進んで2歩下がるみたいな感じです,すごく時間かかるんだよね。で、毎日 朝起きて、その夢にしてた、夢を見てると、やっぱりこう、蓄積が早いから、あの、やっぱり、蓄積のスピードが早いと、やっぱりフィードバックもいいし、時間かけると楽しくないまま終わっちゃう可能性が高いので、そこだから、時間は必要なのかもしれないけども。 あの、モチベーションっていうのがすごく大事だと思うし、あと一緒にやってる人たちがやっぱり刺激になると思うんで、趣味にハマってる仲間を作る。で、あの、っていうのはすごく大事だと思うし、で、本当にこうなんか自分がなんか人生なんかしようっていうゴール持ってる人も、これも性格にもよると思うんだけども、やっぱり趣味を通じて大人と出会って、その大人から仕事が入るとか、いろんなアドバイスをもらえるとか、メンターになるとか、あと絶対あの、お金集め、ベンチャーのお金集めなんだけども、お金持ちにいきなり行ってお金くれって言っても、 くれないけど、なんか趣味の世界で仲良くなって、いろんな大人とで、あの、つながって、そういう会話の中でなんか一緒に事業をやろうっていうビジネスへの切り替えっていうのももちろん自然に趣味の世界から行くけれども、なんかこう自分のことを考えて金稼ぎしか考えてないような人も、なかなか友達もできないし、もう一つあるのは道具道具っていうのはやっぱり なんかやりたい人たちには道具って役に立つんだ。だからよく僕も日本の学校に行って、昔90年代インターネットの話をして、みんなインターネットって何に役に立つのど何に使えばいいので、あなたの趣味はないじゃああなたには役に立ちませんって終わっちゃうんだよね。<laughs> だからやっぱりこう、特に新しい時期、Web3 とか AI とかっていうのは趣味があったり、なんかハマってたらすごく道具を勉強するのには役に立つんだけども、 趣味がない人にはなかなか道具って学びづらいんだよね。学んでも結構辛いっていうのもあると思います。そう。そう。だから子育ては、あの、僕はこの趣味と道具のい行ったり来たりだと思うんだよね。だからこの子供は、うちなんかでもなんかこう、色鉛筆好きそうだよって言って、じゃあここの隣は何だろうとか、その好奇心のところに役に立つツールとか刺激になるものを、 どんどんトライして、そして、あの、彼女の、こう、なんか、こう、あの、エンゲージメントを拡大していこうっていうのが、まあ、僕らの子育てなんだけども。で、結構ね、親にはね、限度がある。で、やっぱり、ノーベル賞学者なんか見てても、親じゃない人、大体先生とか外の人が、ノーベル賞学者の子供の時に、こう、いいじゃん、ってツンってやると、ガーって,ってで、その子たちがノーベル賞学者になったりする。で、だいたい親、 おじゃなくて、その学校の,あの理科の先生かもしれないけれども、それかその熱帯具屋さんのおっさんかもしれないけれども、おい、ツンってやると、その子ってハマっていくんだよね。だから、結構重要なのは、あの、僕もそうだったんだけども、お母さんがいろんなこだわりがある大人を常に周りに引っ張り込んでて、でぶつけてくれてたんだよね。で、もちろん僕がハマんなかった趣味もあるんだけども、ハマったらその大人についていくんだよね。 でそのなんかハマってる大人がかっこいいと思ってたのでだからあのやっぱり親ができるところはでやるべきなんだけどもあの職人だとかそのすごくプロの人たちをちっちゃい子に見せるとそこから入っていく可能性ってすごく高くてでそこもねやっぱり今の子供を大事にしてるっていうのでなかなか体験できてないからかっこよくハマってる人たちが目で見てないと自分もそうなりたいっていうふうになりづらいんじゃないかなと。 だから多分人それぞれだと思うし、まあ今日話したのは僕の性格に合ったことなんですけども、でまあ僕みたいな人もいるかと思うんだけども、とにかくチャレンジして、で、まあ、ダメならダメで諦めて、でも、こうハマってる自分をあんまりこう制限して止めちゃうと危ないと思うんだよね。だからちょっと恥ずかしいかもしれないし、趣味の世界のこう尖っていくと、これってもしかしたら誰もやったことないんじゃないかなとか、 あの、これ、学問もそうなんだけども、これって、もしかしたら僕初めてとかっていう、こう、瞬間ってあるんだよね。で、その瞬間ってすごく大事で、週末、なんかお風呂に入ってて、ぼーっとしててなんかアイディアがあると、みんなと同じものしかやってない人だと、まあ、きっと誰かもやってるよねって言って、ビール飲んでこたつに入っちゃうんだけども、でも、もしかすると俺しか考えてないかなと。このレンズつけて、ここに行って、こうやって写真撮ったら、 誰もやってないかもしれないっていう、この僕しか考えてないかもしれないって、この瞬間あると、お風呂から出て、もう朝まで検索して作るんだよね。その中のほとんどは、実は意味がなかったり、失敗だったり、他の人やってたりするかもしれないんだけども、常にもしかすると僕はこれ始めたかもとか、もしかするとここの狭い分野に貢献できるかもっていうと、ちょっと思いついたところを勢い出るんだよね。常になんかこう一生懸命自分で動こうとする内在的な動機っていうのは、 この趣味の世界みたいな、もしかすると、これ面白いかもっていう、この好奇心をこう、くすぐるのが大事なので、だからそういう意味で言うと、内在的動機、自分で自分をこう、プッシュするっていうのは、PhD 取るのにもそうだし、ベンチャーやるのにもそうなので、与えられたもの、言われたことをきちっとこなすっていうような人間には、なかなか趣味っていうのが生まれてこないので、だからこの内在的動機と、アントレプレナーシップとか、あの、学術的に貢献するのと、この趣味に必要な、 エネルギーて近いのでだから本当に無駄かもしれないけど自分の,この内在的動機を育ててるっていうふうに考えて趣味に挑戦してみるっていうのも考え方かなと思います。と <noise> いうわけで今日の実験的な動画を送りましたまたこんなの欲しかったらコメントであのなんかサポートするようなことを言ってください。ありがとうございます